はい、皆様おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは、いかがでしょうか。ですね、今日はまあレシピっていうかね、まかないっていうかちょっと知らないですけどね、あの冷凍庫とか冷蔵庫で数ヶ月眠っていたもので作っているレシピでございます。そうだから、せっかくねいい材料買って、細切りでも何でもこう冷蔵庫冷凍庫長く入れてて、まあ、捨てちゃうのもったいない、だけどまだ食べられる、そういうものはね、こうやって海賊風のね鍋っていうんですかね、あなんですけど、一番下に眠って おられるのがね、なんだっけ、カジキマグロですね。アラと身の方両方入ってます。で合計3ポンドです。 ですから 1.5 キロぐらい下にいて、あっちありますね。はい。そしてその上に、厚揚げ4枚、そしてこの上にこう五角形式のですか、冷凍保存しておいた、油揚げですね。約20枚入ってるのかな、これもうね激安でね、冷凍しといたんですよ。保管所買わないからね。で有機物じゃないんですけれど、無添加って言ってね。であとわけのわかんないキモい添加物が入ってなかったから、まあそれだったらね、まあ臨機応変に買ったんですけど、で味付けなんですけどね、まあ白だしとかああいうの入れてもよかったんだけれど、ソートフィッシュ、カジキマグロからのだしでね、アラとかも入ってるんで、それでだし取ってるんですよね。それの他に、まあ、味をもっと濃厚にするために、富山県で取れたね、もう水深300メートルぐらいのところ取れる、要はプラスチックの入ってないお塩ですね、それをちょっとね使わさせていただいてますね。その他に有機認証済みの、まあ、オリーブオイルとか、あとちょっと隠し味でね、有機認証済みのお醤油ですよね、このマークついてね、そうこれこれこれご覧くださいね、そうたったそれだけですよ。で、まあ、ちょっとこれはね、冷凍、まあもちろん冷凍する前に毒抜き作業とかいろんなのして冷凍したん、まあですから簡単に言うと冷凍したものをそのままポポンと入れてるだけですね。でこれはまあスロークッキング、まあ弱火でまあ2時間ぐらいですかね、うん、まあ実際もっと早くできると思いますけれど、まあ後で試食してみましょう。それじゃあね、はい、そうこうだからね、私はねこういうね10リットル仕様のお鍋っていうのは大活躍なのよね。でいざっていう時は何ですか、バケツ代わりにもなるし、もう一石十鳥以上でしょうね。こんな素晴らしい新兵器はないと思います。まあというわけで、じゃあまた後で。はい、うわーすげえなこれ、はい、じゃあね、はい、できましたよ。はい、まあね、実際これね40分足らずできちゃいましたね、なんですけれど、まあできましたよ。ほら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 、見てごらんね。そしたらカジキマグロと厚揚げ薄揚げのスープが出来上がりで、これからこれを解体して食べていきたいと思います。それじゃあ、はい、ではいただきます。そうしましたらね、これがまあ冷凍庫に残ってた全てのもので、これだけ美味しい健康なものが作れるっていう素晴らしさね。で、なんだっけ、これは薄切りの方のまあ油揚げですよね。そして、厚揚げでございます。そしてカジキマグロとカジキマグロアラね、これのおかげで結構いい出汁取れてると思うんだな、全てはね。じゃあちょっとこれから食べてみましょう。はい、あーうまいね、うん、脂も乗っててね、うん、ちょうどいい、うん、うん、これは素晴らしい。そうしましたら、せっかくですけどこのね2ヶ月以上冷凍しといたカジキマグロをちょっと食べてみましょう。いやー最高だね本当に、うん、全然ね冷凍2ヶ月以上冷凍しといたと思わないわ、うん、
臭みもないしちょうどいいね。うん、でじゃあちょっとこれ食べてみましょう。ちょっと楽しみですね。きっとねカジキの味がねここ染み込んでると思うのでね、はい、こんなもんですね。うん、言った通り、その通り。うん、カジキマグロの味、お出汁っていう出汁がここにちゃんと含まれてるね。うん、雑だぎね、切るのは面倒だけどさ、一枚。うん、ちょっとお行儀悪くて申し訳ないけどね、あのお茶席のクラスじゃありませんのでご了承くださいませだよね。本当にひでえ話だ。はい、よし、うわーうまそうね。おい、いただきます。うん、最高。冷蔵庫や冷凍庫に眠ってた食材がこれだけ美味しく素晴らしく健康でできます。ですからね、冷凍庫のオールスターもね結構素晴らしいっていうことですね。それじゃあまた。じゃあねー、バイバイ。